はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。今回はですね、グレイさんの方からポリマークレイジェルっていうのが出るので、今現在はまだかな、もうすぐ出るので、まあいわゆる 3D ジェルですよね。はい、粘土ジェルが出ますので、こちらを使ったというか、まあこれのアートを動画にしていこうかなと思います。ということで、今回はおリボンを作っていこうかなと思います。はい、まあ、あのアクリルの 3D だとね、まあ、どんどん固まっていって焦っちゃう人はですね、これだったらあのライトに入れなければずっと触ってられるので、はい、修正ができますので、焦らずに 3D ができるかなと思います。はい、で、こちらですね、まあ本当に粘土みたいなので、ちょっとまあ指でコネコネしたりするんですけど、でもやっぱりジェルなので素手で触ってしまいますと、あのアレルギー発症してしまう可能性がありますし、まあ、ジェル自体ね、素手で触らないっていうのは基本ですので、指サック100均にありますので、指サックをですね、私は人差し指と親指にしたいと思います。指サック、はい、手袋でもいいですよ。はい、普通に手袋してもらってもいいし、まあ、私は指サックをしています。はい、で、こちらチップジェルをですね塗ってます。ファージェルです。あ、ちょっとなんここね、ファー、はい、ファージェル塗ってます。はい、で、まあ今からこの 3D 乗せていくんですけど、このポリマークレイジェルですね、今これ、まあ、これを2度塗りして、まあ、クリアジェルを塗ってます。で、未硬化ジェルある状態です。これ未硬化ジェル拭き取らないでください。あのワイプレストップとか、まあ、マットトップとかで、まあ普通にトップコートして、未硬化拭き取るとかしちゃうと、ちょっとねこれがつきにくいんですよ。乗ってくれないので、未硬化ジェルがある状態で、3D ジェル、 3D というかクレイジェル、ポリマークレイジェルを使ってもらった方が乗せやすいです。はい、なので拭き取らない状態で、施術をしてください。で、使うものはこちらです。シリコンブラシ、シリコンスティック使います。はい、で、あとはねオレンジウッドスティックとかも使います。で、オレンジウッドスティック売ってる状態だと、こっち、あのなんていうのかな、太いんですよ。なのでこれは薄く削った方がやりやすいかなと思います。はい、まあオレンジウッドスティック細く削るのがめんどくさかったら、もうこういうスパチュラとかね、まあ使っていきたいと思います。では、まず、まあ、ウッドスティックとかスパチュラとかで、ポリマークレイジェルを適量取りたいと思います。で、指サックコロコロコロと取りますね。もうちょっと多い方がいいな。はい、で、まずおリボンのなんていうの、このなんていうの、これ輪になってるところね、リボンの一番メインのところっていうのをまず作っていきますね。コロコロコロ、大きさはね、あのどれぐらい大きくするかによっても粘土の量は違うと思うんですけど、これぐらいどうかな、もうちょっといるかな、もうちょっといるかな。はい、もうちょっと取ります。コロ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 、はい、コロコロして丸く丸めます。で、シリコンスティックでポッと取ります。で、おリボンですね、ポンと一旦置きますね。で、同じ量をですね、はい、取ります。コロコロコロ、ちょっと多いか、コロコロコロ、ちょっと多いかコロコロコロ、まだ多いか、はい、コロコロコロ、まだ多いかどんだけ取ったんや。これだと少ないな、まあいっか、少なくないか。はい、で、ポンと置きました。
ね、でこれを広げていきます。今度こっち側、まあどっちでもいいんですけど、私はこっち側を使っていきますね。でまず、折りボン、イメージとして二等辺三角形を斜めに中心に向かって一旦作るみたいな感じで、これを中心に向かって広げていきます。中心に向かって、このね角を使って中心に向かって広げていきます。一旦こんな感じでざっくりね。でさっきオレンジウッドスティック、もしくはまあスパチュラですね、ちょっと薄い方、薄いやつとかね、まあこれでね、ここをキュッと輪を作ります。キュッキュッキュッと、こんな感じ。リボンがねこう輪っかになってる感じをですね、こういう感じでキュッキュッキュッと作ります。で形を整えますね。でもうわざと爪からはみ出るぐらい大きく作ってますよ爪からはみ出るぐらいっていうか、爪からはみ出てるんですけど、はい、それぐらい大きく作ってます。でこっちとかでもうちょっとこう整えてね、でちょっとシワをね作りたいと思います。ここをキュッキュッキュッと、こんな感じで、ジェルなのでね、あのアクリルの 3D みたいに焦らなくていいです。ただですね、ずっと触ってられるのでもうなんか訳が分からなくなってきますよ。あんまりずっと触り続けると、あれこれで良かったんかなみたいになってきちゃうんで、もう早めにね決めてくださいもうこれで OK って早めに決めてください。じゃないと永遠にねもう分からなくなってきますから、永遠に触ることになりますから気をつけてくださいね、はい、一旦こんな感じで、仮硬化ぐらい、10秒ぐらいちょっと固めますね。はい、で今度リボンのここから出てる足っていうんですかね、これをやっていきますね。また同じように取ります。これまでそんなに多くなくていいですよ。最初のこの2つよりかは少なめで、これぐらいかな、ボケてる、ピッておきますね。で同じ量をですね、はい、ちょっと多かったかな、まあいっかなはい、でこれで広げていきます。
でですね、ちょっとね、例えばこのシリコンスティックの先にですね、こういう感じでついちゃう時があるので、脱ペンディッシュにエタノールもしくはクリナ入れてもらって、こういうので拭いて使ってください。このスティックのこの丸みを使ってですね、ここをちょっとこういうカーブにするっていうね、こんな感じかな。ね。はい。これで一回固めます。はい。で、真ん中の結び目ですね。この真ん中の結び目をやっていきます。コロ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 。真ん中に置きますよ。でね、つきにくいんですよこれが。ポリマークレイ、硬化させると未硬化ジェル出ません。もうそのままいけるので、トップコート塗らなくても。なので未硬化ジェルがないのでつきにくいんですよね。そう、
あ、違う、このまんま。こっちについてきちゃうからね。いやほらね、つかない。ほらね、じゃねえ。困ったちゃんでございますね。なので、さっき言ったみたいに未硬化ジェルが必要なんですね。ここに悪戦苦闘するんだよな。はい。こういう感じで縦のシワを入れつつ、こんな感じかな。はい。で、しっかり、これでしっかり固めますね。まあ LED で30秒ほど。はい、しっかり固めます。はい、しっかり固めました。未硬化ジェルないです。はい。で、リボン未硬化ジェルないですけど、ベースですね。あのトップ塗ったまま未硬化ジェルがある状態ですよね。なので、まあ、最後トップコーティング、してもらうんですけれども、まあ、このままですね全体にトップコーティングしてもらってもいいし、私はですねこれの場合実はベースマットトップなんですよ。でおリボンちょっとツヤツヤにしようと思ってクリスタルワイプレストップでトップコーティングしています。逆でも OK です。ベースツヤで、おリボンマットでもいいですよね。ちょっと今回逆にしてみようか。はい。で、ごめんなさい。なので、全体にザッて塗るとせっかくのこの立体感っていうんですかエッジがですねちょっと埋まっちゃうんですよ。ヌペッとしてしまいますので私は分けることをおすすめします。分けるっていうのはベースというか爪は爪だけで塗ってあげてリボンはリボンだけでトップコートしてあげるっていうのをおすすめします。はい。じゃあちょっと、ベースからでいいか。はい、ベースこっちはマットなんでこっちはツヤで、コーティングしたいと思います。クリスタルワイプレストップでその時部分的に塗っていくのでまあアートブラシとかリーフブラシをおすすめします。ただこれねアートブラシがね今あんまグレースさんでないのでもしかしたらないのかも。なんでリーフブラシとかもおすすめです。ちょっとごめんなさい私アートブラシでいきますね。でベースのところに塗ります。結構あまりにも細いところはラインブラシがいいかな。ラインブラシね。
で、まあ、毎回というか前にも言ったことあるんですけど、こうやってチップでね練習するとき、私絶対こう爪をくる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 回さないんですよ。こっちだからっつってこう向きにしたりとか、こっちだからこうだからとかしない。だってお客様の爪するとき、お客様の爪こんなひっくり返せます？無理ですよね。なので絶対この向きで、自分の右手ですね、で筆を変えてやるということです。これはまあ、あのチップしか作らないチップ販売の方だったら別にそれはどんな向きにしてもらってもいいんですけど、ネイリストとしてお客様の施術をするのであれば、チップで練習するときは、チップをくる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 回さない方が練習になるかと思います。はい、でこれで硬化します。はい、でおリボンマットトップしようかなと思います。まあこのままで終わってもらってもいいですよ。このこれも一応ちょっとツヤでもなくマットでもなくっていう感じですけどね。はい、まあマットトップしようと思います。これでしっかり硬化します。はい、こんな感じで、あ、かわいい、マットなリボンかわいいな。こんな感じで、はい、あの 3D がやりやすいかなと思います。これね、リボンかわいいんですけどね、私これ見て、脳みそ脳みそネイルね、こんな面白いこともできます。はい、おリボンかわいいです。ぜひお試しください。ありがとうございました。